プチウィルズチャンネルです。リンリン。はい、本日ご紹介するのはこちら。新しく取り扱いを始めましたフェンダーブランド、マッキーナッツです。はい、ちょっとこれだと見にくいのでこちらで見ていただきます。はい、こちらですね。まあこういうプラスチック状の薄いフェンダーで、まあ、サドルのレールに引っ掛けるタイプのものなんですけれども、まあ、こういったフェンダーで言いますとアスセーバーズというものもありまして、こちらですね、まあ、こちらの方がもしかするとメジャーなのかなとも思うんですけれども、実はこちらマッキーナッツの方が歴史は古くなっています。2009年ですね、イギリスで生まれたブランドでありまして、まあ、ダウンヒルレースなんかの過酷な環境の中で実績を積み信頼を勝ち得ているブランドとなります。今ではまあ30カ国以上に展開するグローバルブランドになってるんですね。まあ、それが東京ウィルズにも届きましたよということでございます。で、まあラインナップとしましては、まあ、こういう細いロードバイクやシクロクロスにつけれるようなものから、まあ、太いタイヤに対応した MTB 向けなものまでございます。まあ、その他サドルレールではなくてシートポストに固定するようなものなどもあるんですが、今日はこちらの2つをご紹介しております。特徴としましては、まあ、ダウンヒルなんか過酷なレースで使われますのでサドルのレールに固定するこの溝がかなり深くセッティングされてますので早々のことでは落ちないですね。まあ、アスセーバーズなんかだとちょっと稀に落ちちゃうなんてことを聞くこともあって、まあ、ベッドタイルアップで締めてるよなんていう話もあるんですが、これはまあ落ちることはないでしょうというところが大きな特徴です。それでは実際取り付けをやっていきたいと思います。では取り付けていきます。で、まあ、取り付けは簡単ですね。こちらの、フックになっていますが、このフックをサドルレールのここに引っ掛けるんですけども、まあ、両サイドを折り曲げて細くして差し込み、まあ、この羽は出してフックをかけるって感じですね。やっていきます。両サイドを折って細くして羽をまずサドルの内側から外に出します。で、フックの部分を下に折り曲げるように下げてきてサドルレールに下から引っ掛けるという形ですね。これでまあ少し位置を整えてあげれば、はい、完成です。工具なしで、付けたり外したり簡単にできますので、突然の雨の日に取り付けるのもよしですし、付けっぱなしにしといていただいても OK です。以上、新規取り扱いスタートしましたマッキーナッツのご紹介でした。バイバイ。